それではパナソニックホームズのオリエンテーションを開始させていただきます。私パナソニックホームズの榊原と申します。よろしくお願いいたします。パナソニックホームズの課題です。課題、パナソニックホームズの展示場を見に行きたいと思わせる企画を募集します。課題となる企画の目的と目標についてです。目的は展示場演出に頼らない総合展示場での当社モデルハウスへの流入拡大を実現するための新たなプロモーション開発になります。展示場においては同質の競争が今続いておりまして、そこからの脱却を目指したいと考えております。目標としましては2023年の1月から全国の展示場が約180拠点がございまして、そこを対象に実施をスタートしたいと考えております。展示場来場の新規名簿数を前年比で 150% のアベレージにしたいと考えております。この名簿数というのは来場してアンケートを記入、個人情報まで含めて記入していただくことを意味しております。市場の背景と動向についてです。住宅着工数は消費増税や新型コロナによる景気の冷え込みが重なり、一時は年間85万戸まで落ち込んでおります。また新型コロナの影響で在宅ニーズや住環境の見直しといった需要が高まっておりますが、お客様の行動変容までにはつながっておりません。さらにプレハブ住宅業界の中において当社は認知度で8位の順位にあり、展示場来場件数における他社との競合でも厳しい状況に置かれております。想定ターゲットとターゲットの特徴についてです。ターゲットとするのは20代後半から30代後半の一次取得層で、ハウスメーカーで家を建てたい人になります。一次取得層で特に子育て世代を対象と考えております。特徴としましては、初めての家づくりで何から手をつけてよいか分からず不安、さらに自然災害やウイルスなど厳しい社会情勢の中で家を建てるのはとにかく不安、でも失敗のないように大切な家族のためにできることは何でもしたい、そして信頼できるハウスメーカーで安心して住まいを建てたいというふうに考えていらっしゃる方です。ここで当社の特徴をご説明します。パナソニックホームズは提供価値である強さと暮らしやすさを通してお客様に圧倒的な安心をお届けする会社です。耐震構造による強さが実現する安心、健康リスクから家族を守り、長年培われた設計提案力が実現する暮らしやすさとしての安心をご家族に提供します。特徴の一つ目、強さについてです。高耐力精神フレーム、アタックフレームという名称を取っておりますを採用した強い構造、災害時は大地震、繰り返し地震から家族を守り、災害後も住み続けることができて暮らしが続けられる強さとしての安心です。特徴の2つ目、暮らしやすさの空気環境についてです。高性能なヘパフィルターを搭載した全館空調エアロハス、 PM2.5、 花粉や微細なホコリ等汚れた空気を浄化換気し、空気環境による健康リスクから家族を守る暮らしやすさとしての安心、しかもエアロハスは省エネ性が高く絶地にも対応するので CO2 排出量を抑え、環境にも貢献しながら毎日を健やかに快適に暮らすことができます。でこの絶地というのはですね、ネットゼロエネルギーハウスの略でして、エネルギーの排出量と総出量がプラスマイナスゼロとなる住宅のことを指しております。特徴の3番目、暮らしやすさ設計です。住宅会社としての基本となる設計提案力においても、長い歴史の中で培われ考え尽くされてきた空間設計や収納の配置、また家事動線の提案等で暮らしやすさを提供しております。ここでご参考情報で、です。住宅建築時の検討テーマということで、住宅を検討される層にとってやはりその構造の強さですとか断熱性といった住宅における基本性能と同時に、快適な暮らしの実現という本質については普遍で、続いております。
このグラフのですね、左下のところにある赤枠で囲まれた部分が、特にですね、検討した内容として、得票数の多かったものになりまして、地震に強い住宅ですとか、火事落の工夫がある住宅、子育てしやすい工夫のある住宅、夏涼しく冬は暖かい住宅、収納に工夫のある住宅が上位を占める結果となっております。また検討各段階での必要情報として、ご覧のような内容が、特にその必要な情報としてノミネートされております。今回の展示場の来場に関わる部分としましては、ブルーのですね、帯です、表示されています。顕在化、情報収集、依頼先検討、この3つの段階が、関与するタイミングとなっております。最後に企画にあたってのトーン、マナー、および注意点についてです。一つ目、住宅会社としての安心感、信頼性につなげるために、誠実さと上質さを基本としたトーン、マナーでお願いします。二つ目、お客様の来場動機につながるインパクトのある企画をお願いします。三つ目、他社との直接的な比較表現や誹謗中傷はしないでください。四つ目、単なる物もらい企画にならないように、少なくとも検討客であってほしいと考えています。最後5つ目、新規での名簿取得を目指す企画としたいと考えておりますので、当社の展示場に来店の上でアンケートにお答えいただくまでをゴールとして考えております。ここで事務局さんからの質問について3点お答えしようと思います。クエスチョン。展示場への来場が多いシーズンはありますか、またその理由もということについては、アンサーとしまして、新春とゴールデンウィークとシルバーウィーク、この3つのシーズンが、多いシーズンとなります。理由としましては、やはり連休ということで、ご家族揃ってお出かけがしやすいということ、でまたそれを狙って、総合展示場の運営会社側がですね、集客イベント等を企画実施するためと思われております。でこの中で特に新春はですね、新たな年に臨んで家を見に行こうという気持ちが盛り上がったり、いわゆるその福袋企画ですね、あの福袋などの、プレゼント配布もあって賑わうといった事情もあると思われております。質問の2点目、クエスチョン、アンケートの形式は紙ですか、ウェブですか、またその形式は変更してもよろしいですか、に対してのアンサーとしましては、基本は紙での運用になっておりまして、変更は不可です。この今後ですね、この紙の内容ですね、デジタル化への転換も考えていますけれど、今回の企画として求めるものではありませんので、そこはちょっと除外させていただこうと考えております。質問3、クエスチョン、今まで、継続中も含んでのプロモーション内容についてお聞きしたいですということにつきまして、アンサーとしては、大きく2つございます。1つ目が新規顧客向けの集客企画。でもう1つが、すでに名簿化されたお客様向けのランクアップ企画。大きく分けてこの2つになります。今回につきましては、特に新規顧客向けの集客企画ということになりますので、ご覧のですね、4つ、新商品発表会ですとか、住まいの実例の見学会、ですとかウェブイベント、さらにまあ展示場単位のミニイベントといったものが、まあプロモーションの主要な内容として、まあ、ご用意している企画になります。以上をもちまして、当社からのですね、あのご説明、オリエンテーションと、あと事務局様からの質問についてお答えをさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。